お昼ご飯作っていきます。これはおとといの夜煮込んだ玉ねぎ、新玉と、煮卵と鶏もも肉、じゃあ鶏ぶつをね煮込んだ時の残った玉ねぎの残骸と、このタレは酒、醤油、めんつゆ、砂糖入れてないか、酒、醤油、めんつゆ、鷹の爪、生姜を入れたやつです。はい、それでね煮込んでましたけど、これで今日は丼したいと思います。でやることは至ってシンプル、鶏を入れてまた煮込むだけです。はい、これ鶏もも肉です。よし、まあ十分でしょう、こんなに煮詰まれば。うん、いいよね。で、天かす入れます。で、具の素、よし、そして溶き卵、もうちょっと溶いてもよかったかな。よし、で、これで2分、よし、いいんじゃないの、よし、いいんじゃない。ああ、フライパンももうダメだな、ちょっとくっつくとこも出てきちゃってますね。まあでも大丈夫、うまそう。海苔ねえからさ、ネギでごまかしておきます。はい、というわけで今回はまあ調理ってほど調理してませんけども、あの先日2日前に鶏ぶつを煮込んだ、タレで親子丼にしてみました。食べたいと思います。はい、どうも、土曜日のパテモサ協会でございます。ただいまもう3時でございますね。ちょっと朝から頑張ってお仕事しておりましたので、腹ペコっていう感じがちょっとくたびれてますんでね、量はこれぐらい、まあ、でも十分多いです。 1.5 合以上入ってると思いますね、ご飯ね。これでこの間の残り物の汁でやってみました。はい、というわけでね、いただきまーす。めっちゃ疲れてるんです、こう見えて。まあそうでしょう。天かすよ、デブの素よ、いい仕事してくれてます。この汁の含んだ天かすだけで元気になるわ。煮物のねタレとかって私基本的にはこう丼にするんですよ。丼にすることは割に多くて、丼にするまでも何回も煮込んだりするんですよ。一回煮込みで終わらないです。一回煮込んで次はじゃあ手羽この間だって鶏ぶつ入れて、今回は手羽元入れようかなと思ったけど、昨日揚げ物しちゃったんでもうちょっと丼にちゃいました。煮物からの丼、最高よこのタレ。まずそれを含んだ天かす、暴力的、ほんとうめ。
うどんとかでもね、天ぷらうどんとかでね、もちろんエビが大きい方がいいっていうのもあるかもしれんけど、俺衣が多い方が好きやもんな。多分この天ぷらの衣が好きなんやな。マジうまいわ。実は昨日やる選択肢もあったんですよ、私の中では。昨日しようかなと思ったんですよ、これ。ただ昨日炊きたてご飯やったんで、私にカレーとか丼は炊きたてご飯でやるともったいないと思うから、だから今日になりました。今日は冷凍ご飯ですんでね。昨日炊いたご飯を冷凍したもの。では、本当にうまい。これね。評論家とか料理通の人からしたらちょっとどうか分かりませんけど、私魚煮込んだらどうでもやるんですよ。実はあの魚を粗煮とかするでしょ、煮物、まあ、そんなにやらへんけどさ、やった時も最後親子丼なんですよね、親子丼にいいのよ、出汁が。でもだしとかさ、本だしとかさ、魚のだし入れたりもするやん。入れへんのかな、丼に。魚の煮物の煮込んだタレでも親子丼うまいんですけどね。裏巻きになんないけどね。魚煮込むんで、魚を煮込むんでね、この鶏とか、鶏をするときよりも俺は砂糖を入れるんで、魚を煮込むときは。甘くなっちゃうんですけど、またそれはそれでね、おいピンです。
うまかった。まあ料理っていうほどでもなかったけど、おととい鶏ぶつ肉を煮込んでたタレで親子丼させていただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。満足です。というわけで皆様、良い週末をお送りくださいませ。ごちそうさまでした。ほな。